はい、このセッションではオープンシフトと CI/CD パイプラインを用いて三菱電機鎌倉製作所様が挑戦されたソフトウェア開発の変革についてのお話をご紹介したいと思います。はじめにです、ね、自己紹介をさせていただきます。このセッションは2人のスピーカーでお話しさせていただきますのでまず最初に久保田さんの方から自己紹介をお願いしたいと思います。 三菱電機鎌倉製作所の久保田と申しししまますすよろしくお願いいたします私は鎌倉製作所におきまして大規模リアルタイムシステムのソフトウェア開発に携わっております。本日はです、ね、この場をお借りしましてヒューレット・パッカード様と取り組んだソフトウェア開発の高速化、高品質化についてご紹介させていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。 私はヒューレット・パッカードの総ーと申します。ポイントネクストというです、ね、サービス事業部門に所属しておりまして、業務としてはお客様向けのシステムの設計、構築、提案などに携わっております。技術領域はです、ね、クラウド、コンテナ、データ分析、それから各種オープンソースのツールなどを使って、技術的なです、ね、アーキテクトチームをリードしておりますよろししくお願いいたします。 今日の話ですね大体25分から30分お時間いただきまして4つの流れで,です、ね、お話を進めてまいります。まず1番目のところはですね久保田さんに実際に三菱電機様の中でソフトウェア開発で感じられてらっしゃった課題についてお話をいただきたいと思います。 そしてその後と2番と3番のところは私の方で実際にコンテナ基盤を使ったソリューションのアプローチのご紹介をさせていただきまして3番では特にプロジェクトとか技術観点で設計導入技術支援におけるポイントをご紹介したいと思っております4番のところはですね再度バトンを久保田さんにお渡しして導入後のお客様の中での効果それから今後の展望や計画についてもご紹介いただきたいといううに思っております この取り組みはですね実際にプロジェクトとして昨年2019年の6月ぐらいからスタートしたものをベースにしております実例としてこのセッションではご紹介をしていきたいと思っております、はい、では実際にですね一番のところから久保田さんにお話をいただきたいと思いますはいそれではまず私の方から我々ソフトウア開発部門が抱えていた課題についてご紹介させていただきます まずです、ね、我々ソフトウェア開発部門に、えー、の外的な変化の要因としましてまずお客様のです、ねえー、要求が多様化しているとと,いところでソフトウェアに対してさまざまな機能を付加してご提供すると,といったところでソフトウェアの大規模化というところが進んでいますでさらにそれに伴いましてやはり複雑化というものが進んでおり加えましてそういったソフトウェアですねこの世の中の急速な変化に対応するためにです、ね、お客様がより早く提供してほしいと。 いったご要望がありまして、担当期化が進んでいるといったところが開発部門を抱える外的な要因として課題が上がっています。でこういったですね課題はですね以前からあって、突然わっ降ってまいったものではないと。といったところでこれまではですね各開発部門がそれぞれのシステム特性であったりとかですね抱えている人材のスキルであったりといったところで個別にこういった課題に対して対応してきたと。 ただですね、こういった3つの課題に対してですね、外的要因に対して、より早く、よりよく対応していくといったところで、今回ですね、こういったところの課題を解決するために、特にですね、新しい技術といったところをいかに取り入れて、それを組織内に水平展開していくかといったところを課題として取り上げました。でえーですね でえー、それはですね組織の中では個別に対応していたものをですね、えー、ただそれに対しまして組織というのはそれぞれですね、えー、と固有の技術が持っておりましてただ単純にそれを捨ててですね新しい技術を水平展開するといったところはできなくてやはりですねそれぞれが抱えてきたノウハウというのをいかに生かしつつ新しい技術を取り入れて水平展開するかといった課題に対しまして今回ヒューレット・パッカード様と、えー、取り組んでまいりました。 えそれではですね我々の取り組みにつきましてこの後総統様よりご紹介いただきたいと思います。はいでは私の方からですねコンテナ基盤を使ってどのようなアプローチで進めていったかといったお話を続けて差し上げたいと思います。であの先ほどご紹介いただいたような課題に対してまあ、短絡的にですねコンテナ基盤を導入しようという発想もあるんですけれどもそれだとですね本質を見誤ってしまうということで。 我々の取り組みとしてはまずお客様の課題をしっかり何なのかとどの辺を注力すればいいのかといったところをフォーカスしてです、ね、お話を進めてまいりましたのでその辺の流れについてもご紹介していきたいというふうに思います。 はじめに我々 HP の中でもですねポイントネクストというサービス部門はですねあのワールドワイドで非常にスキルの高いコンサルタントがたくさんおりまして今回のようなコンテナ導入ですとかその上で CI ・ CD パイプラインを構築するといった経験もございまして今回ご縁あってご支援させていただけることになりました。で お客様とはですね最初にお話をしていって、課題についてどういった課題があるのか、それがどういった重要度があって、どういう優先度で進めていけばいいのかといったところもお話ししながら、ここに書いてあるような大きく3点集約してですね取り組んでいきましょうといったお話をしていきましたで。一番のところですね、これは先ほどご紹介いただきましたけれども、ソフトウェア開発、非常に近年、複雑化して、高度化して、さらにリードタイムも短い、スピード化を求められていると。 いとったところまたでまた2番目のところですけれども先ほどのご紹介にもありましたけれどもソフトウェア開発を行われる複数のグループチームがあってそれぞれ微妙にですね開発の要件も異なるというところで同じパイプラインを適用することができないといったところもありますのでうまく組織の要件に合わせてパイプラインをカスタマイズできるという柔軟性が求められるといったところも大きなポイントとなってきます。 で2番目のポイントのところはです、ね、特定の組織チームに最初からです、ね、パイプラインを最適化してしまうとあとから他のチームに適用しようとしたときにです、ね、あのなかなかそこがボトルネックになってしまってうまく展開できないというところもありますので、まあ、個別最適化に陥ってしまわないようにうまく全体の最適化を図りながら効果を最大化していくという進め方が大きなポイントになるというふうに捉えておりました。 そして3点目のところですけれども、こちらは制約になるんですけれども、お客様の業務がです、ね、非常に秘匿性の高い情報を扱うソフトウェア開発業務を行っておられますので、原則、環境はです、ね、インターネットに接続しないセキュアな環境、これをオンプレミスで構築するといったところもありますので、今回のコンテナ環境ですとか、パイプラインをですね、 インターネットに出ないという前提でですね設計導入それから運用についても考えていく必要があったというところが大きな3点のポイントとなってきます。でここをですね進めていくにあたって、まあ、一番のところにもあったんですけれども、まあ、迅速さをどうやって担保するかといったところでパイプラインを自動化するというところが非常に重要なキーポイントになってきますと。 で一方で、えー、コンテナ基盤ですとか、えー、自動化ツールをただ単に導入すればいいといったものではなくてですね、まあ、やはりその組織チームごとにさまざまな要件を抱えていらっしゃいますので要件、えーね、の多様化に対応できるようにする必要があってで、えー、特にですねあの机上のです、ね、理想的なパイプラインを、えー これをですね皆さん使ってくださいということで共通化、標準化したものを上から押し付けてもなかなか浸透していかないですし効果も上がってこないといったところもありますのでここは最初の時点でですね各チームにヒアリングをしてどういった要件があるのかといったところを聞きながらうまくカスタマイズできるといったことを考えていく必要がありました。 で今回の進め方としては久保田さんのチームがですね、まあ、一番最初にパイプラインをよく使って改善が進んでいましたのでここのチームをベースラインのモデルとしてですねまず一回パイプラインを構築してでそこから横展開するときにですね隣のチームとの差分に応じてパイプラインのカスタマイズをですね行っていくという進め方をするということを最初に決めました。それから コンンテナーとオープンシフトをです、ね、どうやって使っていったのかというところどういう期待を持っていったのかというところについては従来のお客様のパイプラインの運用イメージといったものが左側に書いてあるようなものだったんですけれども特にパイプラインの中でもテスト環境ですねここの構築セットアップに非常に手間がかかっていたという問題がありました。 これは、えっとまあ、仮想マシンみたいな環境に対して人、ねえー、手で手順書ベースでミドルウェアですとかツールを設定セットアップしていくといったところがあって各使うツールに使い慣れたエキスパートの方がです、ね、大体1日がかりぐらいの作業になってしまいますというところが問題点としてあったわけなんですけれどもこれをコンテナですとかオブシフトこういったものを使っていくことで この環境自体をです、ね、コンテナイメージとしてパッケージングしてです、ね、これをデプロイするだけでセットアップができるようにすると非常に迅速にセットアップができるといったところを期待していましたと。 でまたあのコンテナイメージを1回作ってしまえばです、ねまあ、手組みで組むときと比べていつでも同じ環境が作れますと、まあ、例えば手組みで組んだときにはバージョンが違って前と同じ環境が作れませんとか何か作業ミスをしてしまってです、ね、同じ環境が作れないといったような問題も過去にはあったようなんですけれどもここは再現性という意味ではコンテナイメージを使っていただければ同じ環境を再現できますよといったところも期待できますと。 そしてまたですね今までは従来はですねある一定の一握りの方だけがセットアップができますといったところの問題点もあったわけですけれどもここは いろんな組織、いろんなチームに展開して使っていただくためには、コンテナデプロイみたいな形で、非常に簡単に展開ができるような形にしておけば、その一握りの方のですね業務負荷を奪うことなく、誰でもデプロイできるようになるといったところで、今までと同じような高品質なものが、他のチームの方にも自律的にセットアップをしていただけるといったところが期待できて、こういった環境を目指しましょうという話を当初していました。 はいでえー、と具体的にです、ね、プロジェクトをどういうふうに進めていったとか技術的なポイントについても、えー、続けてお話ししていきたいと思います。まずプロジェクトの進め方、えーとまあ、左側からまあ提案フェーズからですね、えー、実際にどういうロードマップを作って実際プロジェクトでどういうふうに実行していったかという話になるんですけれども、まあ、提案時に冒頭でご紹介したような左側にあるですね課題の整理とか分析優先度順位付け重要度付けを行っていって 今要求整理しますとで今回みたいな進め方をしましょうって決めた後にロードマップというのはですねこれあのワンショットで1回導入して終わりというプロジェクトではなくて入れたものを改善成長させていってかついろんなチームに横展開して使っていただくと,といったことも目指していますのでそのファーストフェーズがあってセカンドフェーズがあってという形でロードマップも大まかに描いていきましたと。 で実際に環境を作るというところになってプロジェクトとして実施していくわけですけれども一番右のところでですね今回は新規で構築する対象のところはオープンシフトのコンテナ基盤のところでした。ですのでここをですね我々ヒューレット・バックカードのほうで設計導入テストを行いましたと。 であの周辺の OSS ツールこの後いろんな連携をするという話を差し上げるんですけれどもそこについては三菱電機様の方でいろいろツールを試されていたといったところもありましたのでお客様の方で、えー、自分たちです、ね、リードされていろんなツールを連携するといったところを試されて我々はまああのツールについても いろいろ理解はしていますのでお客様が課題を持ったとか技術的な問題点があったとかあとは疑問点があったというたときに QA ベースでですね技術支援とか課題解決の手伝いを差し上げたというような進め方でプロジェクトの後半は進めていっております。で、ゴールとしてはこのプロジェクトはオープンシフトとオープンソースツールをですね適材適所で組み合わせて活用するような CICD パイプラインを作りましょうといったところを目指していましたと。 であのまあ、オープンシフトだけでパイプラインを作るというケースもあると思うんですけれども、今回の場合にはです、ね、どこをコンテナ化するといいのかとかです、ね、どこを自動化するといいのかといったところを都度です、ね、まあ検討しながら適材適所で組み合わせてまあ使っていきましょうとで、それはなぜかというと、今までコンテナに使い慣れていないといったところもあったりしますので、多くのです、ね、組織、グループの方に使っていただくために、全部をコンテナ化してしまうと、やっぱりギャップが大きくてです、ね、今まで使い慣れたツールもうまく組み合わせていきながら、 全体のパイイプラインを使っていきましょうなのでコンテナが一番効果的なところにオープンシフトを置いてですね全体のパイプラインが効率的に効果的に機能するようにしていきましょうという進め方をしていきました。でまた運用メンテナンスもですね新しいツールをたくさん入れてしまうとやはり使い慣れないツール。 を運用メンテナンス管理をしなければいけませんのでそこもですねあまりにもその何ですか、ね、新しいものをどうかとか入れすぎないというかそういったところも考慮しながら使い慣れているツールですとか今までよく使われているツールを優先して使っていきましょうといったような話も中ではしていきましたと。 で組織面という意味でいうとですねあの、まあ、手動タスクとかも残ったりしますので新しいパイプラインの中で誰がどのような頻度でどういった稼働をしていくのかといったところを考えていったりですとか、まあ、あの例えばコンテナイメージをですね、まあ、作るときの運用なんてものもありますのでこの辺もですね技術移管の中でパイプラインの管理とかイメージの作成管理といったところも考慮しながら進めていくという考え方をしていきました。と で実際にどういうパイプラインができたのかというのはだいたいイメージにするとこういう図になるんですけれども結果的にはですねパイプラインの中心には今回オープンソースのジェンキンスを使っていますでジェンキンスが各タスクをですねこうキックしていって順にパイプラインを流していくというような全体像になっていますで、えー、と上の方にですね GitLab のアイコンがあるんですけれどもこれがソースコードの履歴管理いわゆるコードリポジトリとして機能していてですね 開発者の方がソースコードをコミット、プッシュすると、ジェンキンスのタスクが動いて、そこから先ですね、静的解析を行って、でコードレビューって書いてあるのは、いわゆる人手のタスクになります。でここは従来の業務でもですね、コードレビューを行っていますので、ジェンキンスのところで一度止めて、でコードレビューで OK ボタンみたいなを押すと、次に進むみたいなイメージで捉えてください。でそこから先は、コンパイル、ビルドをして、単体テストをしてといったところが自動で流れていくという形になっています。 で今回は OpenShift は主に結合テストのところで使っています。やはり課題のところでお話ししたように結合テストの環境をです、ね、いろんなツールを組み合わせて作っていますのでここをコンテナ化するといったところが一番効果的だろうというところでまずはです、ね、ここに OpenShift を今回は使っているということになります。GitLab とかもそうなんですけれどもインターネットに接続できない環境ですといったところがありますので例えば GitHub.com とか Slack とかそういうサースベースの ツツーールルは今回使使ええなないいいいわけでででですねなのでオンプレで使えるツールととっったたこころでこういった選定をしていますまた GitLab には、ね、GitLabCI といったそのパイプラインを持った機能というのもあるんですけれども、まあ、それを使えばいいという話ももちろんあるんですけれども Jenkins でも同じようなことができて、まあ、組み合わせるといったやり方もありますとで今回技術,的技術支援コンサルティングの中でもそういった議論もお客様としてですねどういったパターンで使うのが一番いいのかといったところもお話をしてきました。 結果的にはやはりお客様の中で従来からですね割とジェンキンスは使い慣れていらっしゃるといったところがありますと。と いろんなタスクをキックしていくんですけれども、ジェンキンスには非常に豊富なプラグインがあってです、ね、静的解析とか短大テストとか、こういったところのツールと連携するためのプラグインがもう最初からあったので、これはジェンキンスを使った方が得策だろうということで、ジェンキンスをメインにパイプラインを構成するといった使い方をしていて、GitLab はです、ね、あくまでソースコード管理のリポジトリ,リ,ポジトリとして使って、 でコードがプッシュされるとそこから Webhook でジェンキンスのジョブをキックするという使い方連携を今回は目指しましたとで下にロケットチャットのアイコンがあってこれはジェンキンスのタスクのです、ね、経過とか成功失敗みたいなステータスを通知してもらって各の開発者の方にです、ね、フィードバックが戻るといった形にしています。 はい、これが今回のパイプラインの構成で、あのこれは、えっと、さっきご紹介したように、あくまでベースラインとしての形なので、ここから例えば、えー、別のグループにですね、パイプラインを持っていって、要件に合わせて随時カスタマイズをしていくといったことも当然考えられます。使うツールが違うですとか、ここのジョブはスキップするとか、そういったいろんなバリエーションがあると思いますので、そこにも対応できるように、そこはジェンキンスのですね、ジョブをカスタマイズすれば対応できるとところが、設計上のポイントということになります。 あと技術的なえっとポイントをですねちょっといくつかだけご紹介差し上げるとですねえまあオフラインで導入しなければいけないのでオープンシフトあの。 ご存知の方は多いと思うんですけれどもオーフラインで入れるのは結構難しくてですね、オープンシフトの用語で言うと、制限されたネットワーク環境でのインストレーションという話になるんですけれども、これ、なかなか情報とか実績が少なくて、難しいところではあったんですけれども、あの例えば、リポジトリをですね自分たちでちゃんとコピーを持っていって、その場でローカルで展開しなければいけないとか、いろんな技術的制約がありますよとか、そういったところは、ちゃんと我々の方でも事前にさまざまな検証を行っていたので、ここは問題なく導入ができています。 そしてまた GPU ですね、ワーカーノードに GPU を搭載しているノードを使っていて、ですねここは同じように若干セットアップが難しいんですけれども、いわゆる NVIDIA さんのですね GPU デバイスプラグインといったものを導入して使えるようにするというセットアップが必要ですと。 で一度これをセットアップすれば、あとは利用者の方でですね、YAML ファイルの中で、えー、リソースリクエストとして GPU ノーを、ごめんなさい、GPU、えー、デバイスをですね、いくつ使うといったことを書いておけば、簡単にコンテナボットから GPU が使えるといった形になっていてですね、まあ、この辺も、えーまあ、お客様に技術移管しながらセットアップをしていったといったところになっています。 で今お話ししたようなところというのは、まあ、このプロジェクトよりも前からですね弊社の中では非常に OpenShift のさまざまな技術検証を行っておりましてかつレッドアットフォーラムですとか o p e n s h i f t トアップといったところでですね積極的に技術の紹介をさせていただいておりました GPU の話もそうですし今回は使ってないんですけれども CSI を使ったコンテナストレージの管理ですとかオペレーターを使った自動化ですとか あとは使い方をです、ね、お客様に一からご紹介するハンズオンワークショップなどもやらせていただいていて、まあ、こういったところが今回のプロジェクトでも非常に生きたとで問題なく導入としては完了できましたということになります。はい、でここからですねまた、えー、マイクを戻しして久保田さんの方から実際導入後の効果と今後の展望についてお話しいただこうと思います。 それではではすねあの私の方から今回のですね環境の効果と今後の展望についてご紹介させていただきます。まずですね先ほど騒動様からも話話ありましたとおりですね従来ではですねあの高度なスキルを持った人がまず最初に一つ目の環境を手動で作るといったところでその中で各種のミドル緑ですとかですねツールをインストールしたりと。 いったところを手でやって、それに並行して手順書を作って、えー、それで,ですね、その手順書をもとに次の担当者が、えー、同じような環境を複製していくといった流れになっておりました。で、この中でですね、やはり、えー、手動でやっているというところが一つ大きくて、えー、環境の構築時間に1日またはそれ以上かかることもあると。で、中でもですね、その中でもさらにですね、えー、手順に詰まってしまったりとか。 行間を読まなきゃいけないといったところで完全に同じものが複製できなかったりとかですねそういったことに対する疑問に対してその最初に環境を作ったエキスパートの人に質問が集中してしまってそういった高いスキルを持った人材がそういった業務にとらわれてしまってなかなか時間が取れないといったところの悪循環が生じていたというのが従来の環境になります。こここででででですすすねねねオーーープンンンシフトををベースとととしたココテテナナ環境を取り入れるるでで、ね、まず最初のです、ね、コンテナイメージを作るというのがやはりその今 今まで通り高度なスキルを持った人材が行うんですけどもそれをですね複製するといったところは、えーあのですね、簡単にですね手順書も簡単にできて従ってそれに従って同様の環境が複製どんな担当者でも複製できるといった効果があります。でこれに伴ってですねあのやはり失敗というところが減ったので環境構築時間というのも2時間以内に収まるようになりました。 えー、そういったところでですね簡単に誰でもできるようになったと,といったところで、えー、質問もですねその高いスキルを持った人材に来ることが少なくなったのでそういった空いた時間というのを、ね、あの効率化された時間というところをより付加価値の高いところに業務に注力できるといった効果が大きく表れております。でですね続きましてパイプラインの、ね、自動化についてなんですけれどもこちらはですね各ソフトウェアを開発する担当者が パイプラン今まで手動でやっていたところをやはりこの流れをですね自動化するといったところで、えー、小さい単位でですね、えー、短い時間でこのサイクルを回すことができるようになったというとことが一つ大きなところになります。でこれによってですね、えー、何か問題が起きた場合に素早くその開発担当者に対してフィードバックができるといったところでこのサイクルを小さく素早く回すことでいわゆる CICD の効果であると,いうと。 高品質化といったところにつながっているのではないかなと考えております。さらにはですね自動化したというところで今まで手でやっていた内容が自動で行われるので同じようにですね開発担当者も効率化によって時間が空くのでそういった空いた時間をさらに違う活動に付加価値の高い活動につなげることができるといったところの効果も表れております。 続きましてですね、あの今後の展望なんですけれども、やはり先ほどのですね、パイプラインも完全に全てが自動化できているわけではないといったところで、一つ目として、さらに浄化の対象を広げていく。特にですね、最後の結合テストの環境は、まだまだ自動化できるところが多いかなと考えておりますので、そちらに注力して、さらに自動化できる範囲を広げていきたいといったことを考えております。で、二つ目としまして、やはりですね、最初の目的にあった、こういった環境を水平展開すると。 言ったところで、私たちは中心となって部門の中にですね、各チームに対してこういった環境を提供して、より早くそういった情報あの技術を水平展開するといったところにも続けていきたいと考えております。そして最後にですね、今は鎌倉製作所の中でこういった活動をしているんですけれども、やはりそういった活動というのは同じようなですね課題を抱えている部署というのは 社内にたくさんありますので社内広く目を向けて他のですね事業をやっているソフトウェアの開発部門にもこういった技術を展開していくことで社内より広く技術を水平に展開していくといったところを考えております。はい、それでは最後にですね騒動様の方より今回の紹介のまとめをさしていただきたいと思います、はい。では本日ご紹介した内容のまとめをお話しさせていただきます。 えー、オープンシフトと CI/CD パイプラインがですねお客様にどのようなメリット効果をもたらしたのかといった観点で3点様にさせていただきます。えー、一つ目、左側からですねプロ,プロダクティビティと書いていますけれどもソフトウェア開発パイプラインをです、ね、自動化することによって、まあ、テスト工程自動化が実現できましたと。でこれによって今までですね手動で行っていたキスパートの方がですね、えー 業務負荷を割いて手でセットアップしていたとっいったところが自動化できるようになってですね先ほどご紹介いただいたようにより負荷価値の高い業務に集中していただくことができるようになりましたと。 それから真ん中のユーザビリティといったところはこれ環境をですね展開、デプロイしていくといったことが非常に容易になりましたというところでそれこそ他のチームの方にもですね展開していただくといったことが必要になってきますけれどもコンテナを使っていただければ非常にそこは今までとかなり簡単にですね展開することができるようになってきます。と で従来は手,動の手順書を使った手動の展開をしていましたのでどうしてもそこには手順書には表しきれない暗黙知みたいなことも当然あったと思うんですけれどもこういったブラックボックスノウハウみたいなものは回避することができるようになったというふうにも考えられると思います。 そして3点目、クオリティといったところですね、実はここの効果が非常に大きいというふうに私は考えているんですけれども、ソフトウェア開発を主業務とされているお客様にとって、品質の向上ということは非常に重要な観点かなというふうに思っています。で今回、パイプラインを自動化することによって、ですね結果的にはテストの頻度を上げることができます。もうちょっと言うと、テストの流度をですね細かくしていって、より短い間隔でテストを行っていくことができるようになったというところが大きいですと。 でそのようにすると開発者の方がコードをです、ね、コミットして今までよりもすぐにテストの結果がフィードバックされるようになってきますと。でどうしてもあの開発者の方は人間ですので記憶しているコードがまだ頭の中にあるうちにです、ね、テスト結果が分かった方が明らかに品質には寄与するとでこれは一般的にもよく言われていることでそういったことで,です、ね、ソフトウェア開発の品質を向上していくといった効果が得られるというふうに考えられます。 でこれはバッチサイズの縮小という言い方もするんですけれどもいわゆるその効果として品質向上が期待できますということになります。でまた今回パイプラインではジェンキンスなどのツールも使っていて今までは各タスクをです、ね、人間がやっていたというところもあったんですけれどもツールが行うということは欠陥はです、ね、ログとして記録されるということになりますので例えばパイプラインを何回も回していく中である特定のタスクがよくっとよく 失敗すするなとかですね、まあ、言い方悪いんですけどもなんかどうなったか特定の開発者の方の行動をコミットした時によくフェールするみたいなこともおそらく見えてくるんではないのかなというふうに思っていて、まあ、統計的にですねパイプライン自体を品質を上げていくといった取り組みもこの後可能になってくるかなというふうに考えています。はい、で以上3点の話をですね、まあ、今日させていただいたわけですけれども最後少しだけ弊社のサービスのご紹介だけ差し上げて終わりとさせてください。 これはです、ねまあ、チラシとしてもよくお配りしてるんですけれども今回みたいにです、ね、GPU を載せたサーバー上に OpenShift をセットアップするといった初期セットアップサービスを弊社はご提供しています。であのハードウェアもです、ね、GPU が例えば8枚載るサーバーとかもありますので、まあ、そのサーバーハードウェアと OpenShift のソフトウェアサブスクリプションとあと初期セットアップ我々のサービスをパッケージにしてです、ね、ご提供するといったことも可能です。でですので 機械学習とか AI の開発者の方とかがです,、ね、すぐにコンテナで開発をしたいといったことにもご要望にもお応えできるサービスとなっています。 またオープンシフト単体でも導入セットアップサービスを行っております。要件をです、ね、お聞きして導入してお納めするといったところになるんですけれどもそこにプラスアルファで今回の事例のようにです、ね、コンサルティングとして使い方ですとかさまざまな周辺のツールとの組み合わせといったことでプラスアルファで技術支援をさせていただくといったことも可能なのでこのあたりを組み合わせていただけると非常にいいのかなというふうに思っております。 はい、ではえと本日ですねいろいろなことをご紹介してまいりましたがご清聴いただきましてありがとうございました。